驚きの展開。平野耀の言葉が物語る深い意味とは確定の背後に潜む社会的影響。エンタメリア。皆さん、こんにちは。今回は、ナンバー、愛のメンバーである平野耀さんにまつわる新たな興奮が広がっています。カのグチから発せられた言葉が、一体どのようなメッセージを秘めているのでしょうかそして、その裏に隠れた驚きの真実に迫ります。謎めいた言葉、確定の裏に広がる真相を解き明かし、 ヒラノシさんがどのような深い意味を込めているのかを紐解いていきます。また、納得できないと感じるファンの方も多いかもしれませんが、その感情の裏に潜む真実にも迫ります。この興奮が渦巻く瞬間に、ぜひこの記事をお読みいただき、ヒラノシさんの言葉が物語る真意と、社会的な波紋について一緒に考えていきましょう。さあ、お楽しみに。1月29日、キング プリンスの平野紫シさんが27歳の誕生日を迎えました。その瞬間から SNS では彼に対する祝福の声が溢れていました。同時に大手飲料メーカーのサントリーも注目を集めました。サントリーの公式アカウントが投稿した画像にはお誕生日おめでとうございますと書かれた紙と平野さんの年齢と同じ27本の水亀が配置された写真が含まれていました。ひと目を引くのはバースデーの下にちらりと見える のとようの文字。これは一体どのような伏線なのでしょうかここまで来たら、これはもう平野耀さんの手によるものに違いありません。この投稿を受けて、ファンたちは平野さん単独だけでなく、神宮寺ゆうたさんも含めたナンバー、愛全員が関与するのではないかと期待しています。なぜなら、水亀相談には神宮寺ゆうたさんの名前も絡んでおり、水亀相談のパッケージが神宮寺ゆうたさんのメンバーカラーであるターコイズブルーに似ているからです。 果たして、CM には二人だけでなく、キスさんも含まれている可能性があり、ファンからは期待の声が寄せられています。ここでは、公式の発表を待つしかありませんが、期待が膨らむばかりです。一方で、平野さんは12月26日に週刊女性プライムで、国内の大手ビールメーカーのお酒の CM に人気お笑い芸人と共演する予定が報じられました。 これはお酒関連の CM でなく、水亀相談であったことが判明しました。また、彼がサントリーの商品に言及する機会も多く、その中には新しい地図の3人で出演するサントリーのリサイクル啓発運動の CM も含まれています。サントリーは以前、稲垣さんや加藤さんをオールフリーの CM に起用した実績があり、企業文化として忖度を嫌う姿勢が見受けられます。 なお、平野さんの人気や影響力は圧倒的で、彼が広告や商品に関われば、即座に完売となるほどです。平野さんは2024年に27歳を迎え、その大旋風はまだ収まる気配がありません。SNS 上では、サントリーが諸君の誕生日を祝ってくれたことに感謝の声が相次ぎ、ファンたちは水亀相談の CM キャラクター就任の発表を待ち望んでいます。果たして、 平野耀さんのこれからの活動がどのような展開を見せるのか、ますます目が離せませんね。